皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。皆さんは月光紅富士ってご存知ですかね。月明かりに照らされて富士山が赤く染まるという現象です。で、この現象に天の川を絡めちゃおうっていうのが今日の話題ですね。それでは行ってみましょう。富士山が、夏の富士山ね、雪がかぶってない富士山が赤く染まる現象が赤富士っていうんですって。雪が積もって赤く染まると紅富士っていうふうに言います。で、この現象は通常は太陽が沈む時、もしくは昇ってくる時、その低い状態の太陽、で夕焼けとか朝焼けの時にですね、富士山にその光が当たって赤く染まるというのがこの現象の正体ですね。で、これ富士山に限ったことではなくて、雪が積もった山であれば同じように赤く染まるという現象が起こります。で、今日の月光紅富士は満月に近い月かな、太めの月が昇ったり沈んだりするときに富士山が赤くなるっていう、夜に起こる紅富士。夏の時は自分は見たことがなくて、おそらく紅富士、白く雪が積もった状態の富士山の方が月明かりで赤く染まるっていう現象は起きやすいはずです。で、この月光紅富士っていう言い方、実は私もですね、最近知ったんですよ。視聴者さんとのコメントのやり取りでそのキーワードが出てきたんですけども、で、少し話が遡ります。2013年アイソン彗星の時にですね、私会社の当時の会社の上司とアイソン彗星を撮影しに富士山に行ったんですね。で、私は天体望遠鏡で望遠撮影でアイソン彗星を撮ってました。で、先輩は、イオスキス X2 のキットレンズでアイソン彗星を狙ったんですよ。で、そしたらですね、偶然ですね、その時月がちょうど沈む頃に朝方アイソン彗星が昇ってきてですね、紅富士、月光紅富士撮っちゃったんですよ。で、最初彗星と一緒に富士山が赤くなってるから、なんだこれってなったんですけど、どうやらその満月に近い月が影響して赤く染まるらしいということがあり、分かりまして、まあ、だから今日後ろも隠してるんですけどね。この月光紅富士自体は満月に近い月が沈む時とか昇る時とかに撮影に行けば撮れるものなんですけども、今回の話題であるそこに天の川を絡めちゃおうっていうふうに考えたのが2015年でした。ちょうど富士山が赤く紅富士になる時に天の川が昇ってる、来るタイミングがに取れば取れるはずだと。で、それが取れるのはだいたい2、3、4とかそのぐらいの季節なんですよね。満月に近い月が沈む時っていうのはだいたい朝方です。で、その朝方に、天の川が昇ってくる、低い天の川がちょうど重なるのがその2月、3月、4月ぐらいってことなんですよ。で、ちょっと作例をお見せします。まずこの写真ですね、これ2015年の3月3日の4時23分に撮影したものですね。この写真は南東の方角を狙っています。実はね、痛恨のピンボケなんですよ。だからこれ悔しかったんですけどね。でね、この月が、満月に近い月が沈む瞬間と天の川が昇ってくるタイミング、それからそれが天気と自分の休みねが重なるのがなかなかなくって、ここからしばらく撮影ができませんでした。で、時は過ぎて、ついこの写真ですね、2017年3月10日、そこから2年後にその撮影チャンスが訪れました。で、この写真はですね、真東を狙っています。ちょうどね、東側を狙うとこういう風に横一文字に天の川がね出てくるんですね。この紅富士と真横、真一文字になる天の川が撮りたいなと思って、ここから撮ったっていう写真ですね。結構強く画像処理してる感じですね。自分、今の自分だとこういう画像処理しないんですけど。で、今富士山で、お見せしましたけども、富士山以外の白く、頭に雪が積もった山であれば、富士山以外でも、撮れます。でね、もう一個お見せするのがこの写真ですね。2017年の5月5日ですね。この後を撮ってんのか。
で、これ八海山っていう山ですね。だから月光紅八海山になるんですけど、この時に登ってきた天の川の後ろで八海山が赤く染まりました。これは南東の方角を撮ってますね。で、こういう写真が撮れるのが 2,3,4,5 月も大丈夫なんだね。5月になるとこれご覧の通りですね、だいぶその天の川がこう高くなってくるので、真東のその真一文字のやつとか狙いにくくなるんですけども、ステラリウムっていうこれフリーソフトなんですけども、これいつも使ってるやつですけど、これちょっとシミュレーションしてみましょうか。例えばまあそうだ、2月後半ぐらいからちょっと見てみましょう。2月後半の朝方になるともう天の川が昇ってくるんで、で見てみるとまあこういう状態ですよね。これは2月27日の3時27分まあ4時ぐらいまで行けるんで、こういう状態ですよね。ちょうどこの時はこの日はこうやってね、ちょっと細い月がありますけども、満月に近い月の時にこのぐらいの天の川の高さになってればいいってことですよ。例えば2022年今年で言うと、この太い月が沈むシーズンっていうのが、満月の前の3日間4日間ぐらいが勝負っていう感じですかね。例えば3月、15日で見てみましょうか。3月15日で見てみると、はい、この月ですね。この月が沈むのがまあおおよそ、3時55分とかそのぐらいの時間帯にこの天の川がこうやって登ってきてますよっていう感じ。この時にちょうど晴れてれば月光美人富士が撮れるはずだろうという話になるんですね。なのでこういう星空シミュレーションソフト、それから月齢カレンダーとか月齢アプリとか、まあ、そういうのを駆使していつ撮れるのかなっていうのを、まあ、探っていくっていうのが必要になってくれます。私最初に見せた写真は富士フィルの XE1 で撮ってました。結構赤く染まってますよね。で、2枚目の写真はキャノンの EOS 5D Mark II かで撮りました。で、3枚目の写真は EOS 6D なんですけど、これね、天体改造機なんですよ。赤い星雲が映る仕様になってるってことですね。つまり、Hα、H2 領域がよく映るカメラほどこの月光紅富士の赤さ具合が映りやすいっていうことなんですね。だから、機種で言っちゃうと、ニコンの D810A を除く、それからキャノンの EOS RA 現行機種だとねを除く、カメラだとキャノンニコンは映らないです。それからソニーもちょっと映りづらいと思いますね。で、それ以外のメーカー、富士フィルム、オリンパス、パナソニック、ペンタックス、この4社に限ってはそこそこ Hα 領域、H2 領域、赤い星雲が映るか映らないかっていう領域を通してくれてるんですよ。だからこの4社は比較的映りやすいと思います。 H2 領域を比較的通してくれてるメーカーのカメラをご利用の方の方が月光紅富士は映りやすいということが言えると思います。星ってさ、常にこうゆっくり動いてるんで、あまりこう瞬間を狙うっていうことがないじゃないですか。で、この月光紅富士を撮った時はやっぱりね、正味15分20分ぐらいかな、そのぐらいの間で撮影ができたと思います。だからこう何かと何かがちょうど天文現象が重なって、それが撮れる瞬間を狙うっていうのが実はこういうね星空の撮影でもあるんだなっていうことで、そのスリリングさを味わいつつ、この月光紅富士、まあ紅富士以外でもね、月光紅なんちゃらかんちゃらの山との天の川のコラボレーションを、今の時期からちょっと撮れるようにこのぐらいに撮影行くぞみたいな感じで練ってもらえばなと思うんですね。はい、それでは、今日は私から、月光紅富士の撮影に関して情報発信でございました。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。